大阪南堀江にありますフィフストリートからお送りしています。フィフストリートは水曜日から金曜日の夜、ライブのない日はフィフスオンということで、バータイムをやってるんですけれども、楽器の販売とか弦なんかもね置いてます。はい、でその中で預かってるギター1本ご紹介したいのがこれ、オベーション。1995年コレクターシリーズと言いまして、毎年ねあのコレクターシリーズってあるんですけれども、1995年のコレクターシリーズで、これピックアップにここちょっとね、はい、ブリッジのとこポーンと出とるでしょ。これコンデンサーマイクがついてるんですよ。でコンデンサーマイクとピエゾのミックスができるっていう、もうこれね当時としたらすごいことやったんですよね。うん、で、このブレンド具合をうまいことね、コントロールしてやると結構アコースティックっぽい音がする。オベーションの中でもオベーション特有の何とも言えない伸びるサスティン、はい。で、これはね少し、ペケっていうか、難があると言いますのは、ここ縦にね一本ポーンと見えるのかな、割れてるんですよね。そう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 、あのオベーションクラックっていうんですけどもね、あの下地まではいかない、下地というか木まではいってないんですよ。で塗装だけが割れるっていう、見た目にはね良くないんですけれども、演奏する分にはもう全く何の問題もないです。いい音です。